ビリバデリシオーサの花を観察していると、どうやらミツバチが受粉しに来るようです。日本では人工受粉が必要というふした方がいいという、そういう話も聞きましたが、どうやらこの世を見ているとタイでは人工受粉などする必要なさそうです。